世界の皆さんはライトウォーカーチャリニムです。で、青柳地獄墳ですが、調べてみたらゴルフ練習場のすぐ横にあったので、ちょっと向かってみました。その前に桜が咲いているので、桜を見てもらおうと思います。なんか詳しい場所を調べないまま来たんで、ちょっと気づかずに来すぎちゃった感じですかね。ここの辺りも完全に住宅街ですね。現在ゴルフ練習場の方に向かって進んでいますが、さて、小さいお社がありますね。多分ここが青柳地獄墳になるのかなという感じがしますけれど、よくわからないので、ちょっとまたマップを Google マップ調べてみます。まあ、こまこましているので一つに連結しちゃうと思いますが、一旦ここでちょっと動画止めて、でちょっとマップで調べてみますね。世界の皆さん、こんにちは。ライトウォーカー光ニウムです。でですね、多分青柳二号墳という古墳は、今見てもらっている石が積んであるところだと思います。で、地図上で示されている古墳のある場所がここなので、多分ここが青柳二号墳のはずなんですよ。で、左の方に行くと、こっちには誰かの墓があります。お参りした小さいお稲荷さんがあるので、多分このお稲荷さん自体は古墳とは関係ないでしょう。回り込めるのかな。多分古墳らしきものがあるとしたら、あそこに見えている石組みのものだけでしょう。これが青柳二号墳だと思われます。ということで、この動画はこれで終わりにしたいと思いますが、向こうのにちょっと桜が咲いているので、
桜のところまでちょっと行ってこの動画は終わりにしましょう。まあとりあえずこの動画は3本ぐらい続けて1本の動画にしたんですけどね、尺的に。ここの桜は八分咲きか九分咲きかっていうところですかね。あともう少しで満開になると思います。ちょっと入れるようなので入ってみましょうか。向こうの方には何かみかんがなってますね。まあ、こういう桜はいろんな人に見てもらいたいですね、やっぱり。ということで桜を見ながらお別れしましょう。以上、大東亜光ニウムが古墳などを、古墳その他をお送りしました。